三笘選手お疲れ様です。お疲れ様です。中村健吾と言います。わかります。今日入るときに森保監督から指示はどういう指示がありましたか。点に点決めてこいっていうところとリスク管理を言いました。小さい頃から見てるカオルがこういう舞台で2ゴール決めただけで本当に嬉しいんで、まあ、ここから先ね、まあ、競争あると思いますけど本当に頑張ってほしいなというふうに思います。どうも選手ありがとうございました。ありがとうございます。